竿が今ピクピクピクっとしました。一回ちょっと上げてみますか。よいしょ。何か釣れてますよ。釣れてます。何かな。生後。あ、生後です。やりました、釣りました。生後です。生後釣りました。わお、よいしょ、生後です。何センチでしょうか。だいたい20でも20ます。よいしょ。お、30、29、8、28かな。28ぐらいです。28ぐらいです。ありがとうございます。このね、このサイズ美味しいんですよ。あ、フライヤーがないと。なんか、なんか来てるから重い。あん、あれ、何にもなかったか。何もありませんでした。クロダイが釣れたようです。すごいクロダイです。今年初めて見たクロダイです。すごい、クロダイが釣れました。すごい。待って、よいしょ。すごいいい方ね。そうか、うん、方結構ね、美味しいよね、このぐらいの形で、うん、何か釣れてればいいけど、なんだろう。遠すぎてちょっと、遠すぎて重い。重かなこれ。なんだろうこれ、すごい抵抗。もうだったら嫌だよ。なんで左流れてくのかね。あんな方投げてないよね。投げてない。ああ、何かかかっとるわ。うん、出てきた。出てきた。なんだろう。生後？え？クロダイ？あ、クロダイだね。クロダイ。クロダイにしてはちょっとおとなしめの当たりだったや。上がらん、重い、重くて上がらん。重、まあまあの方だね。映っとるかな。光が足りんかや。このこれ当ててもらっていい？
光が足りんかや。映っとるかな。よいしょ。重くてね、上がらんだよ。タモがいるかな。結構もう重いよ。重い。あ、後ずさりしんというか、針が抜けると危ないで近づかん方がいいかもしれん。うん。はい。ありがとう。ちょっとこういうふうに。うわあ、やばい。いいよ、無理しなくても。抜けた針が。抜けた。待ってよ、これを。これで。35センチです。去年の12月に釣ったやつは40ぐらいあったもんで、ちょっとそれよりはちょっとちっちゃいけど、まあ両型、まあこんな感じです。何か釣れてますか。気のせいかな。なんか えらい軽いんだけど。抵抗があんまりないな。なんか動いてるね。横に流れるね。なんだろう。あ、なんか釣れとるか。なんかでも軽いに釣れとっても。黒鯛だ。なんか元気ないね、今日の黒鯛。もうちょっと暴れても。もうちょっと暴れてもいいんだけど、元気ないな。よいしょ、クロダイが釣れました。おお、何センチぐらいあるんだ。何センチぐらいあるんでしょうか。22、23ってとこかな。22、23ですね。ちょっとかわいい感じですね。クロダイです。針は、あ、飲んでないか。なんか外せそうだ、ね。こんな感じです。青磯目です。なんかあんまり抵抗ないけどね。抵抗ない、全然。水草かな。なんか釣れてるような気がする。走るもんね。おう、あ、ギーマ。朝一発目はにギーマでした。可愛らしいサイズのギマ。ちょっと放置したもんで、当たりから放置したからちょっと飲んじゃったかもしれない。ギマです。
よいしょ。何か釣れてますか。釣れてるか。なんか全然軽くなっちゃったもんで抜けたかなと思ったけど、なんかギマっぽい感じの。おお、抜けた。抜けた。そこまで来たのに残念です。ついてるかな。あ、ついてるついてる。多分これはいつもの今です。うわー、飲んじゃってるかな。飲んじゃってるかな、これ。お、ギマです。